どうも、母ちゃんです。ということで、今日はネギのアヒージョを作っていきたいと思います。で、このね、今から説明するネギのアヒージョなんですけど、とても簡単にできるものなので、ぜひ皆さんね、スーパーとかでネギを買って試してみてください。で、また自分の家で育ててるよっていう方は、そのネギね、使ってあげることで、より美味しくできると思うので、そうやってみましょう。で、ということでね、今回はね、こちらのネギ、もう準備してありますので、しかも洗ってあります。で、この洗ってあるネギを使って早速ネギのアヒージョ作っていこうと思うので、ぜひ最後までご覧ください。それでは行ってみましょう。はい、でね、早速こうネギ使っていくんですけど、こうネギの他にもね、必要な素材があります。ということで、その素材がこちら。はい、こちらね、まずネギの他にシラスっていうのも用意してください。で、シラスと、あとはね、アヒージョなんで、このニンニクも必要になってきます。で、あとはまあ調味料も、こうね、いろいろ料理していくうちに、まずやっていくんですけど、こうね、ネギを切っていきます。で、今回使用するのが、このスキレットを使っていきたいと思うので、ね、このスキレットにね、入るぐらいの厚さに、また切って、このネギっていうのを並べていきます。なのでまあね、早速切っていきます。で、このお尻をこうやって落としてあげて、まあ、これは使わない。でも大体ね、このぐらいの厚さ。あ、最悪だ、1個落ちちゃいました。こんな感じでね、切っていく。で、これ切れたら、もうどんどんね、このスキレットに並べていきましょう。で、これあまりにもね、長くやってしまうと火が通るのにね、時間がかかるので、こんぐらいね。で、ちょっとこれでっかいスキレットなので、あ、もう1本ね、この太いやつあります。なのでこちらもやっていきます。で、これ切れたら、こうね、他にもまずね、このニンニクっていうのも入れていきます。で、これね、ニンニク今割ったら芽が出てるんで、こう芽出てる芽ね、こんな感じでね、今皮むいたんですけど、ニンニクこの芽が出てきてしまってるので、こういうやつはね、もう尻尾を落として、あとね、真ん中で割って、この芽っていうのは焦げやすいんで取ってください。こんな感じで芽が出てしまってるので、ここはね、取り除きます。で、これ取り除けたら切りましょう。こんな感じでザクザクと切ってあげてください。これも同じで、お尻を落として真ん中で切る。で、このね、今切ったニンニクを、この隙間が空いてると思います、ネギとネギの間に、そこに入るようにこうね、敷き詰めていきます。こんな感じで今入りましたけど、まあ、まだ入れてもいいかなと思うので、あと1個だけ入れときます。で、ね、こうニンニクをふんだんに入れてください。でね、そしたらこのね、スキレットを上に乗せるんですけど、これね、ここにあとシラスもふんだんに入れていきます。こんな感じで、もう結構ね、入れてください。もう全部いっちゃいます。僕は余しててもしょうがないんで、こんな感じでね、山盛りにしてあげてください。まあ、こんな感じになってくれたらね、こうね、オリーブオイル、こちら入れていきます。まあ、こんぐらいですね。まあ、ちょっとね、底が浸るかなっていうぐらい、こんぐらい、ちょっと今見えてますね、油が。ちょっと底が浸るぐらい入れてください。まあ、ひたひたにする人はひたひたでも大丈夫なんですけど、それやっちゃうとね、油がね、余っちゃうみたいなこともあるので、そうならないためにやっていきます。で、こっからね、弱火で5分やっていきます。で、今火ついたんで、このままね、弱火で5分間ぐらいね、これちょっと煮ていきます。で、ネギがちょっとクタクタになったなって思ったら、もうね、大丈夫なので、ということで、ちょっと5分間待機です。これね、いい感じに今焼き色っていうのがついてきてます。で、こうやってネギひっくり返したらね、こんな感じで
いい焼き色がついてきましたね、本当に。で最後ここに何をするのかといったら、まあ、まずはね塩です。塩をちょっと振ります。こうピンク岩塩、塩少々。で次ねこの粉チーズ、これもね入れてください。チーズがこれ溶けてとてもね濃厚な味わいを出してくれます。こんな感じで、まあ好きなだけねチーズ入れてください。であと最後のね決め手、ブラックペッパーです。このねだからこれをね引いていきます。僕はちょっと胡椒を効かせた方が好きなんでこれでいきますね。でこれであと余熱でね粉チーズも溶けてくれて美味しい感じになると思うので、ね、皆さんもぜひこれやってみてください。ということでこうねネギとシラスのアヒージョ完成です。もうね早速ねちょっと食べていきたいと思います。でこのね端っこの辺はねこんな感じちゃんと火通ってカリカリになってます。でこれもちょっとスキレットで直接ねこうやって触っちゃうとこう危ないので、今回はねちょっとこの画角から食べます。うらピントが合わないです。延々とピントが合わないです。このネギたちにこれ、ね、早速ね粉チーズとこれ絡めて、もう絶対美味しい。こんなシラスとね粉チーズいっぱい乗せていただきます。うまい。これ、ね、ネギの甘さとこの黒胡椒のしょっぱさ、塩と黒胡椒のしょっぱさでチーズは濃厚な味わいね、これはうまい。これはちょっとやみつきになっちゃいそうですね。これちょっと止まんないですね。3つ目、これは美味しすぎます。はい、ということで今回ねこちらネギのアヒージョっていうのを作っていきました。で皆さんもねこれ絶対美味しいんでぜひ食べてみてください。でこれね余ったパンとか食パンとかフランスパンっていうのをトーストしてこれ乗せてあげてね食べるとまた一層美味しくなると思うので、まあ、これは後でちょっと残しといて明日のね朝ごはんにしたいと思います。今回も最後まで見ていただきありがとうございます。ぜひチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。